ご覧いただきありがとうございます。ラジコンカーマニアの高博です。さあ、ついにこの日がやってきましたね。偶然にも同じ大分県でラジコン YouTube クリエイターとして活躍している2人、この2人のマイティフロッグ界同士のどちらが格上かを決めるラジコン業界がざわつく世紀の対戦の日です。でもまあ私のチャンネルですからね、今見てくださってる方は私の応援、私の車はこちらですからね、こちらを応援してくれているとは思います。そしてこちらの車はですね、 YouTube チャンネル名たい焼き食べたいという名前で活動している方のマイティフロッグです。両方ともすごく改造してあります。レギュレーションとしましては、モーターはマブチ540、バッテリーは 7.2V レーシングパック、ギア比はノーマル、それ以外は全て自由というレギュレーションのもとお互いが改造しています。それだけ改造が自由なのに、面白いことにフロント周りの改造がしっかりされています。2人ともですね、私のはツーリングカー用のサスアームに TRF201 用のCハブやナックルですね。そしてダンパーステーを自分で切り出してネジ止めしてありますね。このような感じになっています。そしてたい焼き食べたい、以下たい焼きさんと呼ばせていただきますね。たい焼きさんの方はこのような改造ですね。ツーリングカー用のダンパーステーをカットしてつけてるんでしょうかね。ハブが六角ハブということになってて、四駆のタイヤが付けられてますね。私の方は六角ハブではありません。面白いですね、二人とも個性豊かな改造をしてありますね。そしてリア周り、私の方はエアレーションダンパーが付いてあります。スプリングは DF03 や TT02B に付いてる、ノーマルで付いてるフロントスプリングです。そしてこちらはダンパー、オイルダンパー自体はノーマルですね。スプリングを多分 M シャーシ用の TRF ダンパーに付属しているスプリングだとは思います。あくまで私の予想ですけどね。そしてリアビューを見てみましょうか。たい焼きさんの方は普通ですね。もちろんリアタイヤは変わってますね。しかも今日のこの対戦のために、いやー、私に勝つ気満々ですね。新品タイヤを導入してるんではないでしょうか。私の方は、リアタイヤは使い古した同じ銘柄のタイヤですね。タミヤのスクエアスパイクタイヤですねこの引っ張りホイールかっこいいですけどねはい、こんな感じです。そしてリアビューを終わってウィングが変わってますね。私の方は DF03 からもぎ取ったリアウィングです。そして私のこだわりの日本アンテナですね。こちらは走行特性的にも不利にはなりますが、対戦相手がいてからこその対戦ですので、対戦相手に敬意を払うためにあえてハンデを与えているということですね。その他ファンデとしては、私は1500円ぐらいのあえて性能の低い安物のサーボをつけています。お、たい焼きさんは本気ですね。見てください、配線が太いものに変わってますねやられたな。それに比べて私はノーマルのままです。細い配線です。そう、そこまで思考が及ばなかった。そして私のはこちらリアサスホルダーがプラスチック製に変わってます。たい焼きさんの方はノーマルの金属製ですね。ということで車体紹介終わりですね。でも言うなれば、私のはハイエンドのマイティフロッグ、そしてたい焼きさんの方はミドルクラスのマイティフロッグと言ってもいいでしょうね。もうちょっと分かりやすくセイントセイヤで言うと、私がゴールドクロス、たい焼きさんはブロンズクロスですね。もう勝負する前から勝敗は分かってるとは思いますが、それでもいいよという方はご覧くださいね。
よろしくお願いします。はい、ここでルール説明をさせていただきます。ご覧のように塩ビパイプの前方と後方あたりに2つの車両を置きます。そしてスタートは前車がスタートしたらそれがスタートです。そして追いかけっこをして1分間先頭車両が逃げ切れば先頭の勝ちです。後方車両は前方車両にタッチしたら後方車両の勝ちですという追いかけっこ方式の分かりやすく盛り上がると思われる対戦形式にしました。前後は対戦ごとに入れ替わり、5回戦勝負先に3勝した方が勝ちというルールになります。さあ、いよいよ対戦間近です。そして先ほど言い忘れましたが、フロントタイヤが全く違いますね。私のはデュアルブロックタイヤ、そしてタイヤキさんのはスクエアスパイクタイヤの前輪用ですね。このタイヤの違いがどんなタイムの差、走行特性の差に出るのか面白いですね。さあ、いよいよ始まりますね。実況は私高博、解説も私高博、人件費削減のため私高博一人で行います。よろしくお願いします。まずは解説の高博さん、この2人高博 VS たい焼き、勝負の行方のポイントなどを解説いただけますでしょうか。そうですね、前評判では車の性能がいいとされている最初に先頭を走る高博 VS フォームコース、そしてドライビングテクニックが上であるというたい焼きという図式になるでしょうね。前評判では高博の方が上ということですが、それはどういった点から生まれたものなんでしょうか。少し前のたい焼きさんの動画でですね、たい焼きさん一人で高博の車とたい焼きの車を走らせるという動画がありまして、こちらの方でたい焼きさんがですね、タヒロの方が車が上なんじゃないかとおっしゃってましたから、そういったことからそういった前評判が生まれたわけです。ただですね、どうでしょうかね、やっぱりホームコースであるタイヤキの方が若干は有利だと思いますね。タヒロに取材したところですね、当日この仕様、この勝負の仕様はですね、当日初めて対戦前の10分程度の練習で走らせただけということでして、絶対的な練習量が足りないんですね。それに対してたい焼きはホームサーキットでありますから、常日頃から練習できているわけです。なるほど、そういったところに注意してみるとまた面白いかもしれませんね。そうですね、ではいよいよ始まります。実況は私高博でお届けします。第1戦目スタートしました。綺麗なスタートを切りましたね、両者とも。さあ、逃げる高博、追うたい焼き、おーっと距離が縮まった、どうだ、高博逃げる、鋭いコーナーリングで逃げる、たい焼きもインをついて追いかけるが、ちょっとオーバーラン、そして差が広がった、高博逃げる、たい焼き得意のジャンプでまた詰めた、が、高博もミスをし、おっと危ない、大丈夫でした、高博逃げる。たい焼きも鋭いコーナーリングで追いかける。少し詰まったか。おー、高博こけたー。これは痛恨のミス。何秒逃げたのか分かりませんが、痛恨のミスで、まず第一戦はたい焼きの勝ちでした。先頭が入れ替わり、第二戦スタート。たい焼き逃げる、高博追う。どうだ、その差は。高博のジャンプ綺麗だった。少し詰まったか。高博詰めてるぞ。さあ、高博ミス。たい焼き逃げる。少し開いた。どうだ、ちょっと高博なんかミス、画角外でミスったかもしれません。少し差がつきました。だいぶ差がつきましたね。少しオーバーラン高博。追いつかないか。たい焼き逃げる、1分間逃げられるか、だいぶ離れたぞ。たい焼きも安全に走りながらも確実にスロットルは握ってますね。
さあだいぶ差が増え、おっとたい焼き危なかったがどうなるか。1分間余裕ですね。こうなったら余裕でしょうね。さあ逃げてます。そろそろ終わりでしょうか。はい、1分逃げ切りたい焼きの勝ちです。さあここまでたい焼きの2連勝、一体どうなってしまうのか。さあ高弘2連敗、ここで落とせば勝負が決まってしまう。第3戦高弘先頭スタートしました。高弘逃げる。おーたい焼き序盤でミスって、またミスっていた。高弘余裕だが、ちょっとミスったが、それでも随分余裕がある。ミスしないように少し外目を走ってるようです。高弘安全に逃げる。たい焼きはもはや追いつかなそうな距離だ。あーっと高弘またミスったが全然大丈夫だ。高弘ゆっくり走ってるように見えるが、それでも差は縮まらない。たい焼きは少し諦め気味か、また少しミスってたようです。さあ高弘余裕で逃げてるようです。ゆっくり走ってるようですね。ここまで差がつくとさすがの高弘もミスらないとは思いますが、スタックしてしまえば一瞬にして勝負が決まります。さあ高弘逃げる。あっと1分逃げ切った。高弘勝った。なんとか命をつないだ。さあ続いて第4戦、今のところたい焼きが2勝1敗で王手をかけている状態だ。高弘ここで終わってしまえば終わりになってしまう。たい焼き先頭でスタート。おお高弘綺麗だ。高弘の方がラインが綺麗で少し追いついたか。たい焼き逃げる。おおっと高弘ついに本気を出したのか。追い詰めているぞ。さあ逃げるたい焼き、あーっと転んでしまった。フロントタイヤがピンスパイクだったのがあだとなったのか。これで2勝2敗同士、ついに第5戦へと決着が持ち込まれました。さあここまで2勝2敗、誰がこんな熱戦を予想したでしょうか。第5戦を前に解説の高弘さん、ここまではご覧いただきどういった感想をお持ちでしょうか。そうですね、若干たい焼きが有利とは最初に申し上げましたが、同じ2勝2敗にしてもここまで接戦というか視聴者さんが喜ぶような接戦になるとは思いませんでしたね。そうですか、実況である私もつい興奮してしまうぐらいの対戦ですものね。ではここからは運命の第5戦ご覧ください。さあ誰がこんな接戦を予測したでしょうか。2勝2敗同士の運命の第5戦最終戦です。高弘スタート。たい焼きは少し大事にスタートしたか。高弘逃げる。ギャップに取られてふらついているぞ。ふらついた分外に膨らんだ。たい焼きが来た。高弘膨らんでなんとかそれでも逃げている。2メートル1メートル間隔を保ちながら逃げている。高弘逃げる。おっとつまずいた。高弘ふらつく。たい焼き来た。高弘ふらつく。たい焼き、次は4区で勝負だ。